さん、こんにちは。アイドルとしてだけでなく、ドラマやバラエティ番組でも活躍し、大人気の元キング&プリンスの岸優太さん。岸優太さんの魅力は、かっこいいルックスだけでなく、運動神経抜群なところや明るく元気のある雰囲気、そしてファンの間では天然キャラも魅力的だと言われています。今回はそんな岸優太さんのあまり知られていないことや意外な一面を含めた面白いエピソード50選をご紹介します。1、今日何時に起きた？と聞かれたのに食べ物の話をした。ジャニーズジュニア時代に楽屋の中で今日何時に起きた？と聞かれ、ハンバーグ食べたんすよと答えました。会話がずれると仲間から言われていたようです。2、1階席しかないシアタークリエで2階席手を振った。2階のみんなも見えてるよと、1階席しかないシアタークリエでコンサート中に発言。世界一受けたい授業に出演した際、この発言について上田晋也さんに突っ込まれていました。3、アルバムを一言で表すならアルバムですと答えた。キング&プリンスファーストアルバムを一言で表すならという問いに対してアルバムですと発言。その後、訳を聞かせてくださいと言って、メンバーから訳を聞かせていただきたいのはこちらですと突っ込まれていました。4、日本語学校に毛と突っ込まれた。ジュニア時代にセクシーゾーンの菊池風磨さんとロスに行った際の話をしていた時に、風磨くんはどうやっても蹴れない仕事があってと発言。久本雅美さんに仕事を受けることなんて言語道断だよ、お前日本語学校行けと突っ込まれていました。5、ジュースを選んでいて飛行機に乗り遅れた。セクシーゾーンの菊池風磨さんとの LA 旅行でアップルジュースを選んでて飛行機に乗り遅れました。超高額航空機に乗らなきゃいけなくなってしまいましたが、お前の勉強代に比べたら安いもんだよと菊池さんが岸さんに言ったそうです。6、わさび&からしの背お肉を食べて素直なコメントをした。神宮寺勇太さんの作ったわさび&からしの背お肉を食べて鼻の通りが良くなりましたと一言で素直なコメントしました。7、もみじ狩りを知らなかった。岸優太さん、神宮寺優太さん、岩橋元気さんで対談をし、もみじ狩りについて話している時に、もみじ狩りってどうすんの？食べるの？うまいの？と発言しました。8、お店のシステムへの理解が独特。追加注文ができないというお店のシステムに対して、一発目からラストオーダーってことすか？と発言しました。9、失恋で泣いている女の子にボケてしまう。気になっている女の子が失恋で泣いていたら、というシチュエーションで何を言うか尋ねられると、先着1名空いてますとボケてしまいました。10、コメントに小ボケを挟んでしまう。スケート場での告白について熱く語った後、俺らが熱々すぎてリンクの氷が溶けちゃいそう笑いとコメントしました。11、曲を当てる企画でよくわからないコメントをした。同時に流れているサビは何の曲か当てる企画中、ずっと甲子園にいる感じの四方八方からとよくわからない発言をしました。12、クレープの後にエビチリを食べる。チョコバナナクレープを食べた後にエビチリに手を伸ばす岸優太さんを見てスタッフは驚きました。それに対してどっちも美味しいから問題ないです、むしろこれで口の中のプラマイゼロですと発言しました。13、昼に夕焼けスポットへ行った。昼の12時に夕焼けの絶景スポットへ行き、ついて振り返った際、え、夕焼けは？と発言。共演者には、いや今昼だからと突っ込まれていました。14、例えがよくわからない。火炎放射器を当てられた防弾ガラスを触って、夕日があるのかなってレベルすよとよくわからない例えを挙げていました。15、人の真似をしようとして失敗した。セクシーゾーンの佐藤勝利さんのソロコンサートにて、岩橋元気さんの歯が痛いという発言で会場がキャーと盛り上がったのを見た岸優太さんは骨が痛いと言いました。16、省略した言葉が何かわからなくなった。番組でストーンズのジェシーさんと簡単冷製 TTP という料理を作った時、 TTP イコールトマト、玉ねぎ、ツナだったのですが、岸さんは TTP は T トマト、T 玉ねぎ、T ツナですと発言。スピードワゴン小沢さんからツナは P なの？と突っ込みされ、 T トマト、T ツナ、T ピーマンで TTP ですと岸さんは返しました。次は玉ねぎが追い出されてしまい、玉ねぎに謝れと言われていました。17、自転車の乗り方が宇宙規模。ひとこから自転車の乗り方を教えてほしいと言われ、自転車ではなくひとこの後頭部をつかみながら、宇宙へ行くつもりでまっすぐ前を見ろと言いました。18、自由席でどこに座ったらいいのかわからなくなった。新幹線に乗った岸優太さんが岩橋元気さんに電話をかけて、
自由席なんだけどどこに座ればいいの？と言いました。19、反論されて前向き発言をした。ブロッコリーやアボカドを残している和橋元気さんに損してるよと言ったと。これから食べるの？と反論された時、効果人生これからだと言いました。20、キャベツを残した理由がガラと間違えたから。ジュニア時代、周りのメンバーの食べ終えた食器をチェックしていた岸さん、残しているジュニアの中村玲也さんに注意すると、岸くんだってキャベツ残してるじゃんと言われてしまいます。それに対して、これは後ほど食べる予定なんだよ、お弁当の柄だと思ってたから食べてなかっただけと反論しました。21、千秋楽での挨拶が舞台と関係のない話だった。ショック2013の千秋楽の挨拶で、千秋楽が迎えられるかどうかわからないくらい怖くて、やっぱショックってきついなって身に染みて感じたところですね。こういう先輩方がいる中で、ほんと大人の中に囲まれていろんなことを教えてもらい、お金の使い方とかと言いました。22、リニアモーターカーをドラえもんと答えた。我々の生活を大きく変える超電導を利用した開発とは？という問いに対して、ドラえもんと答えました。ちなみに答えはリニアモーターカーでした。23、ドライアイスは氷だと思っていた。ドライアイスは何からできている？という問いに対して、氷の極限まで冷やした氷と答えました。24、デビューが決まった会見で言い間違えた。キング&プリンスのデビューが決まった際の記者会見で、リーダーとしての意気込みを聞かれた際、満身一筋と答えました。本人は満身ではなく邁進と言いたかったそうです。25、転勤族をトライ人と間違えた。メンバーの永瀬廉さんが転勤族であることを伝えたかった岸さんは、なぜか廉のうちはトライ人だからと言いました。26、自身のグループ曲名を間違えた。オンラインライブの FC 限定配信で自身のグループ曲であるキング&プリンス、クイーン&プリンセス、キング&プリンス、クイーン&ジョーカーと言い間違えました。他のメンバーは爆笑でした。27、腹立ったことを腹切っちゃったと言った。セクシーゾーンの佐藤勝利さんとの喧嘩エピソードトーク中に、そん時はちょっと腹切っちゃってと発言。腹切っちゃっては腹立っちゃっての言い間違えで、頭にきたと腹立っちゃってがまざってしまったようです。28、和解を迂回に間違えてしまった。同じく喧嘩エピソードトークで、そっからもういいやってなって迂回か和解和解和解と発言。和解を迂回に間違えてしまった時はすぐさま自分で修正していました。29、味とおまじを言い間違えた。真夜中のプリンスという番組で絶品オムライスを食べた時、集結してるまじがとコメント、集結してる味がと言いたかったそうです。30、ラディッシュが言えなかった。ラディッシュの言い間違えてラディッツと発言。共演者の国分太一さんにラディッシュねと指摘されていました。31、日本語が変。ジップにて新曲生パフォーマンスをする前の曲振りコメントで、曲とご覧あってくださいと発言しました。32、大事なところを言い間違えた。デンジローのザ実験という番組で声が録音できるミステリーチョコレコードに向かって大声を出した際、俺の男になれと発言。もちろん俺の女になれの言い間違いです。共演者の若林正康さんにド天然だよと突っ込まれていました。33、180度と360度を間違えた。ドリームボーイズ2019の制作会見でまた違う360度変わったと言い間違えました。横にいた神宮寺勇太さんに一周しちゃいましたねとすぐさま突っ込まれています。34、関係性と信憑性を言い間違えた。ザ少年クラブでニュースの増田貴久さんがキャンクルキャンコを披露した理由について話した後に、増田くんはこの曲とはちょっと信憑性がありますよねとコメント。関係性と言いたかったようですが、隣にいた増田さんと永瀬廉さんは信憑性へと首をかしげていました。35、一番好きな魚は喉仏。ニノさんに出演時、一番好きな魚は何かと聞かれた際、一番好きな魚は喉仏、ああ喉、喉黒ですとコメント。喉黒、喉仏に似てる魚という風に覚えていたようです。36、カジバのクソ力と言い間違えた。カジバのバカ力と言いたかったのに、カジバのクソ力と言い間違えました。カジバのクソ力は漫画筋肉マンに出てくる単語のようです。37、枠と息を間違えて使っていた。後輩に向かって枠だねと言ったら、岸くんそれ息ですよと真顔で注意されたことがあるそうです。38、お口直しを下ごしらえと間違えた。桜井有吉座夜会に出演した際にチーズ食べた後下ごしらえと発言。
お口直しと言いたかったようです。39沈殿を電沈と言い間違えた。しゃべくり7にキング&プリンスで出演した際に、なんかペットボトルの下の方の水って飲めないんですよ、電沈でしたっけ、電沈と発言、沈殿だよと突っ込まれ、その場は爆笑に包まれました。40自律神経と言ってしまった。カイトが成長したのは自律神経と発言。メンバーの高橋カイトさんが成長した理由が自律神だと言いたかったそうです。41オシャンティが言えなかった。雑誌の撮影でおしゃれなカフェに行った時、うわこんなおしゃれなカフェ来るの初めて、おしゃれんティと言いました。おしゃんティと言いたかったようです。42鼻フックは鼻に打撃することだと思っていた。鼻フックのことを鼻にフックすることだと勘違いしており、鼻を殴ることだと思っていたようです。43宇宙は土星だと思っていた。宇宙イコール土星となぜか思っていたようで、土星が宇宙の全てだと勘違いしていました。44あ、荒野が読めていなかった。映画あ、荒野のことをあ、荒野だと思っており、荒野という登場人物が出てくると思っていたそうです。45聞き間違いが面白い。神奈川県にある大井ストロングビーチのことを大井ストロングビーチだと思っていたそうです。46食レポの感想が下手くそだった。ホルモン鍋を食べて口に入れた瞬間、ホルモンだってわかりますねと食レポしました。共演者から似てるからやろと突っ込まれていました。47スッポンを食べてシンデレラガールが出てきた。スッポンを食べた時の感想がシンデレラガールくらい潤ってるでした。コラーゲンの凄さを伝えたくてこのような言葉になったようです。48麺の食感の伝え方が独特。特上醤油ラーメンを食べて、ピザでいう生地でいうクリスピーじゃなくてハンドトス、俺はここにいるんだぞってちゃんと主張してるとコメントしました。麺の食感を伝えたかったようです。49自分の家がわからなくなった。セクシーゾーンの佐藤勝利さんを自分の家に連れて行こうとしましたが、家の場所がわからなくなって、結局佐藤勝利さんがスマホのアプリで場所を調べてくれて無事着いたそうです。50言われてもないのに抱負を5、7個で言おうとした。ドリームボーイズ2020の記者会見にて、記者に2021年の抱負をお願いしますと言われた時に、なぜか指を折って数を数え始め、5、7個で答えようとしました。普通でいいんですよと突っ込まれました。いかがでしたか。今回は岸優太さんの面白エピソード50選をご紹介しました。実はこれはまだ一部であり、まだまだ岸優太さんの面白エピソードはたくさんあります。かっこいいルックスからは想像できないような天然ぶりで、面白い一面を見せてくれる岸優太さんにこれからも注目していきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければチャンネル登録、高評価の方もよろしくお願いします。それではまた。